はい、じゃあ、親子丼作っていきます。これもも肉ですね。もも肉を開いてもらって、こう観音開きにしてください。こんな感じです。で、大体もも肉ですね、ここに軟骨が入ってるんで、この軟骨を、取ってやるやつはもう取らなくていいんですけど、軟骨を取ってください。はい、こんな感じですね。で、このくらいやったら半分に渡してもらって、で、軽くこれを酒で軽く洗ってください。で、これは洗ってやるんですけど、そしたら串を振っていきます。はい、こんな感じですね。塩を打っていきます。はい、じゃあ、こうしたら、これをそのまま、これ酒で洗った後、串で刺したやつですね。これを焼いていきます。で、ご家庭だったら魚焼きのあるグリル器とかでも大丈夫と思います。それができなければもうフライパンでも大丈夫です。はい、このくらい焼けたら、この串をこう回してください。全部こうですね。はい、これで一応白焼きの完成です。そしたらタレを塗っていきます。はい、白焼きにした肉にこの照り焼きのタレを塗っていきます。この照り焼きのタレは醤油、みりん、酒、あと醤油、みりん、酒、砂糖で作ってあります。同割ぐらいでちょっと詰めてもらって、生姜かなんかをちょっと落としてもらえれば美味しくできます。はい、じゃあまた焼いていきます。はい、これくらいですかね。ちょっとお好みで皮目をパリパリに焼いてもらって、はい、じゃあ中の材料ですね。玉ねぎを切っていきます。一人前だったらこのくらいですかね。はい、じゃあ親子丼なんで、一応丼の親子丼の鍋ですね。玉ねぎ入れてもらって、で、塩入れます。塩は今回は511でしてます。だしが5、みりんが1、濃い口が1、あと砂糖と少し生姜を入れてます。はい、じゃあ火にかけます。はい、このくらいですね。このくらいちょっと玉ねぎの色が変わってきたら、一回火を落としてもらって、で、溶き卵に3つを入れたやつです。で、中火だけにしてもらって、これに回し入れます。ちょっと沸騰してからですね。沸騰してこう回し入れてください。
もうここの硬さはお好みで、ちょっと半熟が好きな方はもう半熟で仕上げてもらって、もう完全に火通す、通した方が好きな方はもう完全に火通してください。今回はちょっと半生で仕上げます。はい、このくらいですね。はい、じゃあご飯に流し入れます。先ほど焼いたこのチキンを、これ串をこう回しながら全部抜いていきます。はい、皮目を上でも下でもどっちでもいいです。でこれを切ってもらいます。はい、で上から軽くあの煮詰めのタレをこう塗ってもらって、落としてもらってですね、はい、あと天にこの木の芽とかがあれば木の芽を持って、これで完成です。3、2、1、9チャンネル登録もしてね。